クレレクラブの演奏が始まります。ジャマとウクレレクラブはシリウス学習センターを中心に活動を行っているウクレレサークルです。今回の演奏は全体を4つのグループに分けて春、夏、秋、冬の四季にちなんだ童謡唱歌をウクレレの調べでお届けいたします。皆様に心が込むウクレレの音色を楽しんでいただけたら嬉しく思います。皆さん、こんにちは。ヤマトウクレレクラブで部長をやっております大石と申します。本日はこのコロナ禍の中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。我々ヤマトウクレレクラブの演奏毎回歌を中心にやってるんですけど、さすがにこのコロナの中では歌を歌うことはできませんので、今日は演奏だけになります。今年は結構温暖化だから冬も暖かいかなと思ってましたけど、結構寒い日が続いてます。冬が過ぎると過ぎに春が来ます。日本には春夏秋冬という四季があります。今年の我々の演奏はその四季に合わせて童謡を演奏します。春組、夏組、秋組、冬組と4つに分けて順番に演奏していきます。最後までどうぞお聴きください。皆さんこんにちは。ヤマトウクレレクラブの講師をやっております山下と申します。今までセンター祭りというとですね、ここに50人ぐらいが登ってですね、今はやってたんですが、こういういろんな条件があって、ちょっと少人数の編成になりますけどね、少人数だとですね、今までは人数がいっぱいいたんで演奏クオリティをですね、いろいろごまかすことができたんですが、ちょっと今回あんまりごまかしが効かないんで厳しいですけれど、一生懸命最後まで演奏しますので、最後まで聴いてもらったらありがたいです。さて、ウクレレクラブの、ウクレレ演奏にある四季の歌なんですけれど、トップバッターは、ヤマトウクレレクラブの春組の皆さんです。はい、拍手がない。はい、どうですかね。今回ね、初めてステージに立つ方もちらほらといらっしゃって、近藤さん、緊張してますか？大丈夫です。ちょっと間違えても平気です。もうこちらの皆さんも本当に。はい、そんなわけでですね、最初はですね、春にちなんだ曲をやりたいと思います。春は緑が芽生え、花をつけ、小さな命が次々と誕生する季節、桜の季節でもあります。春にちなんだ童謡唱歌、どこかで春が来た、嬉しいひな祭り、春の丘が、桜、心づきよの楽曲をメドレーでお送りいたします。
Thank you.
娘、お揃いのマスクをピンクか水色で買いましたと、いろいろとですね、考えてるんですけれど、はい、季節は春から夏に向かいます。セミの声、波の音、風鈴の音色とともに登場したのは、ウクレクラブの夏組の皆さんです。はい、夏にちなんだ、ありがとうございます。童謡唱歌から、茶摘み、雨降り、夏は絹、七夕様、夏の思い出、海の6曲を、メドレーでお送りいたします。
日か、秋の気配の中に虫の声が聞こえるようになります。季節は夏から秋に移られます。ウクレレクラブ秋組の皆さんの演奏で、秋にちなんだ童謡紹介の中から、虫の声、村祭り、夕焼け小焼け、もみじ、赤とんぼ、里の秋の6曲をメドレーで演奏します。Thank you.
木枯らしが吹く季節になりました。猫はこたつというのは寒い冬の季節ですが、クリスマスやお正月などの楽しい行事があります。家族で鍋を囲んで団らんしたりと、人の心の温かさが伝わる季節でもありますね。まさにまだ寒いですね、何日ね。ウクレクラブ冬分の皆さん、この演奏で冬にちなんだ童謡唱歌の中から、焚き火、雪、冬景色、冬の星座、冬の夜、春よ来いの6曲をメドレーで演奏します。歌えないので、皆さん心の中でご存知の曲は心の中で歌ってください。Thank you.
はい、ありがとうございます。式の同様唱歌をこれでお送りしてきましたが、最後の曲になります。ですね、春よ来いですね、やがて来る春に希望を託すとともにですね、とにかくこのコロナの収束を願ってですね、春よ来いを最後に演奏したいと思います。Thank you.